新選組の幹部たちが何者かに暗殺された。私は新選組八番組組長東堂平助である。貴様らは今日死罪となった。一度死に新選組幹部として再び生きるのだ。ああ、新選組のクソ侍だ。断ればそのまま死刑執行。だからトガ人を選んだか。無茶な作戦も。逆境からまた逆境だ。なるほど、引き受けよう。自分は人斬りしかできない。拙者は己の力を試さんがため。怪我をした患者にも人体解剖する遺体にも事欠かないでしょうから。浮かばれない魂のために祈る人間だって必要でしょ。まだまだ酒も女も博打も足りねえからな。おまんまいっぱい食べるま。家族の仇を取るためなら俺は何だってする。クソ侍にだってなってやろう。この俺が近藤勇になる。これより御用改めに向かう。ああ、この世界を変える。必要なのは切る理由。白黒つけてやる。人体解剖の素材になりたいですか。魂があるって信じてるんだ。ドタマぶち抜いてチューチュー吸ったのか。まあ、誰かが勝手に作っちまったクソみたいな世界を変えるんだ。ぶっ込めぞ。テレビアニメぶっちぎれよろしく我ら替え玉新選組。はい、ということで皆さんこんにちは。テレビアニメぶっちぎれ一番星役の佐藤源です。よろしくお願いします。はい、そしてはい、皆さんこんにちは。テレビアニメぶっちぎれで昨夜の声優をやらせていただきます徳俊一です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、ということでこの番組は、7月より放送開始する、オリジナルテレビアニメぶっちぎれの作品紹介番組となっております。はい、ついに解禁されたというところでございますけど、我々としては、ついになんですよ。そうなんですよ。だいぶ長い時間をかけまして、やっとでございますけど、ね、さあ、今回の、ぶっちぎれオリジナル作品ということで、この番組では本編放送に向けて、皆さんと一緒にぶっちぎれを予習していこうという番組でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで皆さん、そして源くん、はい、俺たちも一番最初の収録の時に質問をしたね、しましたね。これは何と読むんじゃい。そうなんですよ。まずこれパッと見て、お、なんかタイトルロゴ2個あるけどこれどういうこっちゃってなるかもしれませんが、そう、これ一番惹かれと書いてぶっちぎれと読みます。一番惹かれと書いてぶっちぎれと言いますので、皆さんに見呼ぶときはぶっちぎれでお願いしたいんですけども、ほら、一応ね、この特番が放送されるまでは、俺たちもなかなか触れられなかったじゃないですか。そうなんですよ。絶対言われてると思うの、これなんて読むんだろうって一番惹かれぶっちぎれなのか、ぶっちぎれ一番惹かれ、どっちなんだろう、いや、これどうなんだろうって多分みんな言ってくださったんだろうなと思って、やっと今日答えが分かるという感じでございますけど、まあ、あれですね、本気と書いてマジみたいな、そうだね、そういう感じのイメージで皆さん思っていただければいいのかなと思います。こんな、なんか江戸時代にって思うでしょ、それは本編を見ていただければわかると思います、ね、なんでかなは多分ね、いや、本当に一番星がもうやってっからねやってっからやってっからってまあそうなんですよ、まあ確かに一番星がやってるので、まあ、それは本編の方をね、ぜひ楽しみにしていただけたらと思うんでございますけども、じゃあここから時さん、ぜひそのストーリー、どんな内容なのかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。参ります。はい、まあ、侍が日本を支配していた時代、京都の治安を守るために活動していた新選組は、増面の鬼という奴らの手により一人を残して全滅してしまいます。おっと。その替え玉として選ばれたのは7人の罪人、増面の鬼に親を殺された一番星は、局長近藤勇の替え玉として、替え玉たちの中心になりながら仇の後を追います、元罪人たちが立ち上がるはちゃめちゃ世直しエンターテインメントがここに開幕、さあ今こそぶっちぎれ
まあ、俺のキャラということで、ね、俺のキャラ全然こんなキャラじゃないんだあの本編見たらびっくりすると思いますよ。今のこのテンションどこ行ったってなると思いますので、はい、まあね、メインビジュアルももう公開されておりますので、はい、ちょっとどういうストーリーになっていくのか、まあ、今こうやって説明はしましたけども、うん、新しいワードがたくさん出てきてますからね。そうなんですよね。まず増面の鬼、まずこれは何かというところの気になるところでございますけども、その次にはなんと替え玉、そうなんですすごくない？だってもうさ、3行目にはもう新選組全滅してしまうそう、本来の方々がなんといないというところ、新しいところから始まってるんですけども、そうなんですよ、ね、しかもその替え玉に選ばれたのはなんと罪人、これどういうことだと。いや、あの今のね、あの武井さんの描いてくださった、あのイラストが多分今ね、ちょっと皆様見てくださってるかなと思うんですけれども、はい、まあ、まさにだって罪人が首を切られるというシーンだったじゃないですか、うん、もう本当に今まさにっていう瞬間でしたもんね、あの一番星の表情もまたね、あれめちゃめちゃかっこよかったですね。あれはちょっとブルッときてしまいました、ね、あ、そうそう、このシーンからなんだよ全てはと。そうなんです、すごい胸熱な、ね、シーンではございますが、そしてもうね、本当に同じタイミングでメインビジュアルが公開されました、されましたね。キャラクターたち、8人ですか、そうですね、がこうね、一斉に飛び出している、はい、いやもう個性の塊たちみたいな絵じゃないですか。そうなんですよ、まずもうみんな武器の持ち方しかり、そうそうそう、なんかもういや性格そのまま出ちゃってるみたいな。何度も言うけど、あんなビビッドな色なんだっていう感じ。そうなんですよ、なんかこれそれこそ今までの例えば新選組の物語とか言ったら、どことなくこうモノクロだったりとか、こうどことなくこうつつましかったりとか、日本武士道みたいのをしてるところが多かったかもしれないですけど、しかもだって新選組って言ったらっていう、あのハッピー着てないしね。そうですよそう、そうなのよ、誠のハッピーがないんですよ。そうなんですよね、うん、今回そんなねメンバーなんでございますけども、はいはいはい、このねビジュアルから、まずどちらのビジュアルを見ていただいても、うん、おっとこいつどういうキャラクターなんだというふうに気になる方いらっしゃると思いますので、うんね、まあ、今回はそちらの方ぜひご紹介したいなと思います。そうですね、でもね、全部のキャラクターを僕たちでフリートークしていると多分この番組1時間かかるから、まあ、あのキャッチコピーがあるんですね。そうなんですよ、ということで早速ですね、一人一人紹介していきたいと思います。ほい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 。まずは私、佐藤源が声を務めます一番星、キャッチコピーはただいま参上ぶっこみ局長ぶっこんでますぶっこみですあのそうなんだよね、はい、俺はねもう聞きなじみがあるんですよ、はい、このぶっこみ局長は、ぶっこみっていう言葉はね。そうなんです。ただ冷静に考えてごらん、はい、この時代にぶっこみってあんのかそうです、明らかにあの時代の最先端を行きまくってる言葉をね、彼は使っておりますけど、まあ、監督も言っていたね、考えたら負けだっつってさあ、みんなパッションで行こう、パッションで、いやいや、パッションで行くのはあの一番星ね、あ、基本僕です基本パッションは僕でございます。そういう意味でも個性がすごい、はい、はい、ということでですね、一番星、まあ、新選組局長近藤泉の替え玉ということで、うん、まあ、なんと幼い頃家族を増面の侍に殺されたため、侍が大嫌いというところでございます、ね。まあ、性格としてはバカ正直で型にはまらない考え方をすると。だってお侍さん嫌いなのに新選組の局長だよ、なんでってなるじゃんなんでまずお前何か矛盾してないか行動がというところにはなってきて、一体何があったのか、そこは本当に本編の方を楽しみにしていただけたらと思いますけど、まあ僕からね、皆さんにあの一番星のセリフを聞くときに一点注意していただきたいのは、ボリュームはあの本当にね、あの下げていただかないと大変なことになりますから、そうね、あのボリュームだけはお気をつけください本当に今日もね、僕ちょっとあの一番星のセリフなんてやりましょうか、行ってみたところマイクが耐えられるかわからないという問題がございまして、ピンマイクで果たして一番星のパワーに耐えられるのかまあこれは実際にまだね、そうなんだよ、アニメがまだ放送されていないから詳しくはまだ全然ね、言わない方が僕たちも多分いいかなと思ってあえて言わないんですけれども、本当にそういう意味でもね、キャラクターそれぞれのこう表現の仕方というか、うん、あり方に個性がバチコリに出てるんで、ね、ぜひともそれは原作をあのアニメを見ながら楽しんでいただきたいと思います、うん、さあさあ続いていきましょう。トキさんのキャラクターですよ。はい、参ります。私トキシュンイチがこれを務めております、はい、孤高の暗殺者サクヤでございます。なんとまた新選組らしくなる、暗殺者、暗殺者なんだってなるじゃん、なりますね。でも、はい、
替え玉としているのは土方歳三なんですよね。またこれもなんか今までにない土方歳三が暗殺者んみたいな。そうなんですよね。でもう彼は、はい、まあ、今あの言える情報としては元闇殺しっていうそのまあ暗殺家業の一党の中にいたまあ人間だった、はい、うん、で杓子定規っていう、まあ、まあなんつうんでしょうね、いい意味でも悪い意味でも家庭というか、自分の中の、まあ、マニュアルに沿って生きているという、うん、まあ、人間なので、うん、自由に生きている一番星とは全然反りが ね、 そうですね、いや反りが合わないという言葉を本当に一番使うべきな作品だよ ね、 そうですよね。刀の反りっていう部分がね、全然本当に合わないんですよ、うん、なんですけれどもストーリーを経てどうなっていくのかっていうところに注目していただきたいですね、はい、ありがとうございます。ではどんどんいきますよ、はい、行きましょう行きましょう。続いてはちびっこ鬼軍曹、はい、藤堂平介、うん、声を務めるのは豊永俊之さんでございます、はい、このキャラもね、このキャラがまあ唯一その新選組が全滅をした時に生き残った。そうなんです、この人だけは唯一、うん、なんて言うんでしょうね、替え玉の逆本物というしかないですよね。唯一だからこそ元の新選組のメンバーをみんな知ってるからこその葛藤だったりとかっていうところがいろいろ描かれたりもしますけども、うん、亡くなった本物の新選組への思いから武士としての生き方に固執している。いやそう、ここなんですよね、志高いんすよあいつそうなんですよね、マジ学級委員長ですよね本当に。みんな自由に生きてる中だから唯一の、まあそうですね、風紀委員じゃないけど、生徒会長のような、それをね豊永さんが演じてくださってるのがかっこいいんですけど、かわいいんですよね。そうなんですよ、なんかちょっとちょこんとしてるんですよね、いつもなんかこの局長見てね、このリーダーかわいいのよみたいな、そうなんですよねっていうところになってくるんでございますけども、まあね、他のメンバーもね、これをまとめなきゃいけないメンバーがこれから出てくるので、そうですね、ぜひ聞いてください。きっとね、この鬼軍曹いいどんだけ痛めてるんだろうなってメンバーがこれからいっぱい出てきますから、シリアスなシーンもすごいたくさん出てきますから、そのギャップもまたかっこいいのでね、はい、ご期待ください。さあ続いていきましょう、はい、紅一点の白人アキラ。おっと、ここで初めての女性キャラクター、声を務めるのは上坂すみれさんでございます、うん、さあこちらはですね、はい、もう有名です、沖田さんの替え玉でございます。来ました、剣の達人。そう、もう歴史上でも名を残すほどの剣豪の一人でもございますけども、そうですよね。さあそしてその、ね、替え玉のアキラもですね、はい、まあ、剣術から学問までも能力が高い、うん、鍛錬も欠かさない努力家でもですよ、そんな真面目に生きている人間が、はい、なぜ罪人なのかってところも大事ですよね。そうなんですよね、とある理由で捕らえられてしまっているんですけど、その理由もいろいろ素敵なんですよね、うん、またこの紅一点というところでもこのね、うん、チームにどういう影響を及ぼすのかっていうところもまた気になるところでございますけども、なんとなくわかるでしょう、彼女はツッコミ役です突っ込まれ役です突っ込まれ役です、基本的に突っ込まれてます、はいはい、さあ次行きましょう。そうなんですよ、はい、なんとまだここまで紹介しても半分。そうだよ、まだいるぞ、こっからですよ、こっからですよ、すごいの、はい、ということで続いてはクレイジーサイコドクター草原、はい、声を務めるのは三木真一郎さんです。よっ、来ました。さあこちらのね、草原さん、替え玉は誰なんでしょうか。三男圭介でございます、はい、皆さんも なんとなくね、聞き覚えがあるのではないでしょうか。こちら、草原はですね、人体構造に興味があり解剖できる死体をいつも探し求めている、うん、最古の天才ドクターかつサイエンティストということで、もう属性モリモリですもうすんごい属性モリモリなの。でもそれをね、ミキさんがやってくださってるんですけど、こうやって書いてしまったら、うん、もうクレイジーなサイコドクターって皆様のこうご想像、僕たちの想像しやすいんですけど、うん、はい、本当にそれだけじゃなくて、うん、単にこう何て言うんでしょうね、解剖することが好きっていうわけじゃないんです、うん、やっぱね、この新選組の、うん、まあ、替え玉たちではあれど、うん、すごいね、やっぱ自分の中に志があって、うん、人を大事にしていないやつが一人もいないんですよね、うん、だからこそ起こる人情ドラマみたいなところがすごいたくさんあって、うん、ただのこのクレイジーなドクターではないっていうところがストーリーですごい深掘りされていくので、それはちょっと ね、 そうですね、見ていただきたいなと思っております。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、花誘う破壊僧スズラン、声を務めるのは上村優斗さんです。なんと僧侶
はい、出てきてしまいました。破壊層砕く方じゃないですよよく間違え、こと語感的にはね、破壊する層ってね、そういう方の破壊ではないではないですからね、あの戒めを破った層っていうね、あのいうところで、あのまああの間違いを犯してしまった層、はい、それがスズランなんですけれども、こちらは誰の替え玉なんでしょうか。はい、こちらも有名ですね、はい、斉藤はじめさんの替え玉、また斉藤はじめが破壊層、すごい、なんか本当にさ、よくな、本当関係性どうやって作ったんだろう、ね、どうつながるんこれみたいな、ね、っていうところですけれども、まあ、ざっくりキャラクターをご説明しますと、はい、まあ、宗教の道にいながらなんと女好き女好きなんですよね、破壊しちゃってんな、破壊し尽くしちゃってんな、そうなんですよね。でもそのなんだろう、ひょうひょうとした、はいはい、でもなんかいいやつなんだろうなっていうのもね、上村さんね、すごい、うん、絶妙に演じてくださってるんですよね。絶妙な塩梅ですね、うん、ただ本当にね、そのスズランのすごいところって、もうやっぱりこのなんて言うんでしょうね、うん、あの新選組のあった時代っていろんな文化が流入してきてるんですよね。ちょうどなんですよね。 それこそいろんな宗教とかがこう入り混じって入ってたり、うん、自分たちの思想が全然違う、うん、あの人たちがたくさんいる時代なんですけど、うん、もうスズランさんはもう宗教関係なく、自分の目の前に死人がいたらどんな人間でも関わらずちゃんと弔ってあげるっていう精神の持ち主なんですよ。そこにね、また彼の志の強さを感じていますし、うん、その部分の時の今までちょっとひょうひょうとね笑っていた彼が、そういう時にこうスッと出す素敵な表情、うん、そしてそこを演じている上村さんがまあかっこいいんですよね。これがね、またいい色気というか、そうそうそう、これはたまらない色気がありますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。続きまして、悪知恵ギャングスターギャ太郎声を務めるのは高木渡さんですあのキャスティングの乱高下が、そうなんですよ ですよね。もうあのこれもう絶対ひとまとめにいかねえだろこの辺、うん、多分マジってみんな思ってるんじゃないかな。だってもう一人一人がもうパン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 ってもう個性が立ちすぎてるような、うん、それこそ、まあ、メンバーもそうですけど、キャストの皆さんの個性もやっぱりすごい強い作品になってますので、現場が楽しかったね。楽しかった本当に楽しいのよこの現場、まあ、今回ですね、替え玉になったモデルが、長倉新八ということでございますけども、はい、なんと多種多様な罪を犯してきた犯罪コレクター、うん、だが面倒見がよく人を引きつける親分肌。あのね、やっぱね、こうギャ太郎、悪いことしか書いてないねでもですね、これは何でしょう、このそれこそ時代物といえばやっぱりこう親分肌、やっぱりこうなんかちょっとデランめーなんていうところのキャラクターがまさに当てはまるのがこのギャ太郎なのではないでしょうか、ね、ところでございますけど、高木さんしかできないんじゃないかな、ね、このキャラクターはって思いましたね。なんかですね、本当にこう、あ、憎めねえんだよなという、うん、そんな愛おしいキャラクターにギャ太郎なってますので、うんうん、ぜひですね、どんな親分肌をしてるのかな、あと他のキャラクターとちょっとこうね、年の差みたいなところがあるからこその視点から放たれる会話だったりとか、うん、セリフだったりが重みが違ったりとかっていうところもありますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、いよいよ最後のキャラクターでございます。どなたでしょう。ハラペコジャイアントボン何なんでしょうね言ってて面白くなかった。面白い。ハラペコジャイアントボンさあ、声を務めるのはもう落合福士くんですね。はい、こちらのキャラクターはですね、はい、原田佐之助の替え玉、うん、まああの多分もう見た目でわかるでしょう、食べること大好きでございます、でも悪気なくこうね、生きている、まあ、すごい愛されるキャラなんですけども、うん、あの悪気なくお店の商品をパクって食べちゃうんですね、彼は美味しい美味しいダメです、ちゃんと買ってくださいって、そして心優しくオーラかな、うん、まあ、多分ね表情から見たらわかると思うんですけれども、うん、このキャラもね、こういう風にまあね、本当にこのあのぶっちぎれって、うん、文字で書くと本当にこうやって、あ、こういうキャラなんだって分かりやすい部分はあるんですけど、うん、本当にその面だけじゃないのがたくさんあって、うん、このボウ君もそうなんですけれども、こういう風なキャラクターなんですけど、一つとんでもない特技を持ってるんです、うん、彼の持っている武器を見てくださると分かるんですけど、うん、ね、まあ、ちょっと先に槍みたいになっていましたけど、うん、あっちの反対側にちょっと特徴的なものが見えてたじゃないですか、あれがねすごいちゃんと理由もあって、本当にこのボウ君はね、それだけじゃないって
ていう部分が作品がね、うん、こう進んでいくにつれてどんどん分かってくるんですね。ボー君ほどやっぱりこう進めば進むほど、おやこの子っていう風になるじゃん、うん、ギャップが一番大きいキャラクターなのかなっていうのもあるかもしれません。そうですね、うん、福士もまたそういう愛されキャラをすごい素敵に演じてましたからね、本当にもうなんか多分みんな大好きになりますよ、ボーのことは、ね、はい、忘れられない子になるのではないでしょうか。ということでですね、まあ、個性的なキャラクターたくさん紹介しましたけども、ぜひ、うん、あちょっとこの子気になるな、この子どんな風な声出すのかなっていうのをね、皆さんの中で見つけてもらえたらと思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、はい、もう時間なんですか。マジっすか俺たちさ、だいぶキャラクターのところもさ、あのもう一生懸命オブラートに包んでさ、そうです、ね、サク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 っといってるけど、ページめくったらエンディングですって書いてあってさせっかくだってこれ初のさ、そうですよ、ぶっちぎれの動画なんでしょ。今だって直後でしょ、直後出た直後ですよ今。そうそうそう、なんで1時間くれよそう、ここからね、それこそ本編見ていただいた上でも、ぜひ皆さんとお語りしたいこともありますし、そうですね、ここからどんどん解禁されていくこともありますので、それはね、あのお楽しみにしていただけたらと思いますけども、はい、さあ、はい、これいよいよもうアニメのね放送時期も決まってるんですよね、はい、そうなんです、はい、テレビアニメぶっちぎれはですね2022年7月放送予定です。はい、もう本当に名残惜しくはございますけども、詳しい続報の方お待ちいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、はい、公式ツイッターがもう出来上がってるんですけれども、そちらの公式ツイッターで、はい、4コマ漫画が掲載されています。あらあら、うん、この4コマ漫画、はい、結構な頻度でアップされるそうです、うんうん、だいぶボリューム、あのさっきもちょろっと僕あのラフみたいなのを見させてもらったんですけど、はい、めちゃめちゃありました、うん、アニメ放送前にそのキャラクターたちがこんな感じだよっていうのを、はい、なんとなくこう皆様に伝えたいなっていうあの胸を、はい、その4コマでいろいろやっていこうというね、うん、あのなんか思惑というか、うん、メッセージだそうなので、皆様ぜひぜひその4コマも楽しんでいただくと、はい、アニメもよりこうね、あのスタートダッシュを切れるんじゃないかなと思っておりますので、うん、見てみてください。よろしくお願いいたします、はい、さあということで最後、ちょっと源くんからメッセージをお願いしていいですか。はい、はい、改めまして一番模試役の佐藤源です。本当にこの作品、この作品一つとして楽しんでいただくのはもちろんなんですけど、実際にあった出来事にも沿っていたりとか、こう時代考証を深めていけばいくほど、あのシーンをこういう風に描くんだとか、逆に、おお来たこのシーンだ、ここ歴史で実際にあったあのシーンだなんていう楽しみ方もできると思いますので、いろんな楽しみ方ができる作品となっておりますので、皆さんの中でのそれぞれの楽しみ方、ぜひあの、ね、放送されたら僕に教えていただけたらと思いますので、みんなで盛り上げてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それではトキさん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、昨夜役のトキ俊一でございます。ぶっちぎれ、こちらですね、そのオリジナルであるからこそできることをたくさんやっていると思います、うん、新選組って言ったらこういう生き方をしたっていうのって調べればすぐ出てくるじゃないですか。でももしそれが替え玉に変わっていたら、もしこの世界にこういうものがあったらっていうイフの世界をすっごい素敵に表現してくださってます。でやっぱり新選組となると、じゃあこの人も出てくるんじゃない、この人も出てくるんじゃない、この人はっていうふうに多分思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、安心してください、たくさん出てきます素敵なキャストさんがですね、すごい素敵に彩ってくださっておりますので、はい、ぜひぜひ、作品を見て感想であったりなんだりを、たくさん、なんだでしょうね、その頃には何かやってるんじゃないかなとも思いますのでツイッターでも何でも感想とかを言ってくださると嬉しいです、はい、ぶっちぎり改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ということで残念ではございますが、はい、今回はここまでとなります。はい、それではお相手は一番模試役の佐藤源と昨夜役の時俊一でした。せーの、またね、ありがとうございました。ぶっちぎれ